ワークマン史上最強のダウンが発売しました。今回は既存のワークマンのダウン製品を使い倒している私から見たワークマンダウン総まとめとして、実際に私が普段使い倒しているおすすめダウンのいいところ、悪いところをすべて皆様にお伝えいたします。どうも、やみつき松本です。ということで本日はワークマンのダウン製品に関する動画なんですけども、過去の動画でもですね、いろいろと私ワークマンのダウン製品を紹介してまいりました。で、私普段ね、趣味をねキャンプとしておりまして、キャンプに行くことも多いことからですね、まあアウトドアでも使えるという観点に加えて、まあ普段使いもねしやすいような製品をということで、ワークマン製品ね、普段使いからキャンプまで幅広いレンジで活用しているんですけども、今回はですね、普段私が使用しているワークマンのダウン製品を、まあ正直な感想とともにね、レビューした上で、まあ今年の新作として発売したものも多数ありますので、この動画さえ見ればですね、ワークマンダウンの全てがわかるということで、特にね、安くていいダウンが欲しいけど、何を選んでいいかわからないという方はですね、この動画最後まで見ていただければ、メリット、デメリットね、すべてわかるような形で、正直なところをお話ししていきたいと思いますので、ぜひ動画最後までご覧いただければと思います。もちろんね、今回私案件でも何でもありませんし、私自身もね、アンバサダーとかをね、やっているわけではございませんので、もう本当に消費者としてね、正直な感想をお話ししていきたいと思います。まずはですね、私が持っているダウン、今どんなものを使っているのかというところを、ちらっとお話ししていきたいと思うんですけども、まずよく使っているダウンの一つとしてこちらですね、モンスターパーカーという製品があります。こちらモンスターパーカーという製品で、もう2年前に購入した製品になるんですけども、まあ今年もですね、新作としてモンスターパーカー出ていたり、それからフリースのモンスターパーカーですとか、これ通常のモンスターパーカーなんですけど、ちょっと丈が長いんですが、この丈を短くしたリトルモンスターパーカーなどですね、いろんなバリエーションが出ている商品になっております。ダウンということで中にね、綿が入っているんですけども、ワークマン独自のね、吸湿発熱綿と、まあ天然のダウンをね、配合したもの、いわゆるフュージョンダウンと呼ばれているものを使っている製品になります。で、こちらですね、ワークマン製品のね、これから出てくる商品の特徴にも出てくるんですけども、こちら裏地の部分がブラックアルミ素材というものを使っていまして、こちらがね、熱を反射してくれることで、まあ非常に暖かさを感じられるという製品になっています。ちょっと着てみます。こんな感じです。結構ですね、このモンスターパーカー自体はだっぽりと着るような製品になっておりまして、まあサイズ感もね、結構大きめです。私が今着ているのはフリーサイズということになっておりますけども、結構お尻まで隠れるぐらいの丈の長さになっています。まあ、これがちょっと長すぎて普段使いしにくいということはね、以前から言っていたんですけども、まあ昨年ぐらいからリトルモンスターパーカーといってちょっと丈の短いものも出たりしたので、まあタウンユースもしやすくなったかなという印象であります。で、モンスターパーカーね、ダウンということであったかいにはあったかいんですが、もう一つの特徴として、ここの表面ですね、火の粉にも強いという特徴がありますので、まあ、キャンプですとかね、アウトドアに使用される方もですね、比較的使いやすい商品じゃないかなと思います。ちなみにこのモンスターパーカーね、4900円で現在もね、販売していますので、私が購入した時とか本当に買えなくて、結構買いたいけど買えないという方がね、殺到して転売とかもされていたんですけども、今年とか店頭見る限りではですね、このモンスターパーカーは比較的買いやすいのかなと思いますので、よろしければね、購入検討されていた方は今年もね、チェックしてみてください。そして、普段私が使っているダウンとして2品目にご紹介したいのはこちらですね。これも、以前動画でご紹介しましたけども、ワークマンの、これも名作ですね、イージスフュージョンダウンという商品になります。これもですね、裏面がブラックアルミになっているとかいう点はですね、先ほどのモンスターパーカーと同様なんですけども、これちょっと着てみますが、こんな感じで、見た目がね、もう完全にノースフェイスっぽいということで、いろんな意味でもね、話題になった商品かと思いますけども、まあ、これのイージスダウンという名前がついている通りですね、この商品の特徴としましては、なんといっても防水性が高いというところにあります。で、耐水圧がですね、2万ミリと、いう表記がしてありまして、2万ミリというと、まあ1万ミリぐらいが通常の雨で、2万ミリが嵐程度の雨に耐えうるというような数値になっているんですけども、やっぱりね、キャンプという観点から見ると、キャンプ地って山の中とかにあることが多いので、比較的ね、雨も強いことが多いです。で、そういった意味ではですね、特にね、テントの設営撤収の時とかね、雨予報の時とかね、これを持っていくようにしておりましたし、この見た目ですので、普段使いもしやすいという点で、まあフュージョンダウンはね、どっちかというと、まあダボッと着れる
る感じなので、アウトドア用途の色が個人的には強かったかなと思うんですけども、このフュージョンダウンに関しては、まあ、普段使いもとてもしやすいということで、かなり重宝して使っておりました。結構あったかいんですよね。で、こちらね、価格が5800円ということで、この見た目なので結構高見えするということもあって、非常にね人気の商品であったかなと思うんですが、まあこれもね今年いろいろな色が出ておりまして、新色のピスタチオも比較のためにわざわざ購入してきましたけども、まあ私が今着てるのはデニムということで、昨年販売になったものでこちら愛用しているものなんですけども、まあ正直なことを言って、このイージスフュージョンダウンジャケットにはデメリットがあります。でこれタグついてるので、こちら見ながらお話しできればと思うんですけども、まあ、個人的に感じるデメリットとしてはですね、まああったかさとかはもう申し分ないです。でこのね耐水圧っていう部分見ていただけると、2万ミリって書いてある通りですね、あの雨にも本当にカッパーとして使っても全然問題ないというぐらい水を弾いてくれるので、この耐水圧もねかなり重宝すること間違いなしかなと思っております。で一番の問題はここですね、糖質 5000g ということで、書いてありますけども、この糖質という数字がですね、まあ、具体的に言うと蒸れやすさ、蒸れにくさを数値にしているものだと思ってください。この数値が高ければ高いほど通気性が高いということで、中がね蒸れにくくなるという部分があるんですけども、正直ねこの今持っているピスタチオとかね、通常のイージスフュージョンダウンジャケットに関しては糖質度が5000ということで正直高くないんですよね。要するに蒸れやすいという特性を持っております。で私が着ているねデニム、実はねこのピスタチオとか他のカラーリングのものとはちょっと実はスペックが違いまして、このデニムだけ糖質度が1万グラムということになっていて、こういった通常のイージスダウンよりはですね、ちょっと蒸れにくくなっているという部分があります。で、私ね、もう1年以上使用している中でですね、感じた部分としては、まあ糖質1万でもですね、まあやっぱり蒸れるときは蒸れるなというのが正直なところです。まあそういうときはね、やっぱね、ちょっと空気を逃がしたりしなければいけない部分があったりするんですけども、まあその蒸れやすさの原因として個人的に感じている部分はですね、このブラックアルミの部分がちょっと蒸れやすい素材なのかなというのは正直感じております。まあその分あったかいんですけどね、熱を反射してくれる反面ちょっと蒸れやすいという特性を持っているこのブラックアルミを使用しているということもあって、ちょっと蒸れには注意かなというところがこのイージスダウンのデメリットかなと個人的には思っております。ただね見た目とかねこう見ていただければわかる通り、かなりまあ普段使いしても全然ワークマンっぽくなくおしゃれに着れるかなと思いますし、私ね普段はこの中で一番使ってるのは多分これだと思うんですけど、ノースペースの、マウンテンライトジャケットですね。もうノースフェイスそのまんまですよね。そのまんまだと思うんですけど、性能的にはですね、まあ数字上はノースフェイスに近い部分もあるんですけど、正直そこまでの性能はないかなと思っておりまして、まあ耐水性に関しても糖質度に関してもということで、まあ雨に強いというのは間違いないですし、カッパとしても使えるぐらいのスペックというのは間違いないんですけども、ノースフェイスのね、ゴアテックスとかと比べてしまうと、やっぱりちょっとね、見劣りするかなというのが正直なところです。で、これらのね、2つをね、よく私は使っておりますということで、昨年も動画にしました。で、モンスターパーカーとこのイージスフュージョンダウンに関しては、どっちがおすすめなのってよく聞かれるんですけど、まあ価格的にはね、モンスターパーカーの方が安いですし、まあキャンプに持っていく分にはですね、キノコに強いというメリットもあります。が、ちょっと見た目がね、ちょっとね、もっさりしてしまうので、普段使いという面で考えるとやっぱイージスダウンかなというところ、それからね、やっぱ雨にも強いということで、まあ通勤とかね、通学を絡めるんであれば、と断然ね、イージスダウンの方がおすすめですし、さらに言うとね、このデニム色に関しては、糖質度がめちゃくちゃ高いので、中でもね、私はデニム色のものをおすすめしているんですが、まあそれにしてもですね、やっぱりちょっと蒸れやすいという部分がありまして、まあ価格を考えればですね、どの製品もかなりコスパが高いという部分があって、個人的にはね、普段使いする分には全然いいかなと思いますし、まあキャンプに連れて行くにもですね、まあ通常はモンスターパーカーで、雨とかね、雪とかね、そういうことがあるときはね、このイージスの、フュージョンダウンジャケットということで、いろいろと選択してきたんですが、今回ね、初めて見た方にも分かりやすいように、前置きをね、結構丁寧にしてきましたけども、今回はですね、これらのデメリットをすべて払拭するような、ワークマンの史上最強のダウンが発売したということで、今回私手に入れましたので、皆様と一緒に見ていければと思います。ということで、今回ご紹介したい商品は、こちらです。これ、皆様ご存知でしょうか？
巷を実は賑わしております。もうこのねタグがちょっと違うんですよね。イナレムプレミアム防水防寒コートというものが発売しました。でもこれ先に言ってしまいますけども、価格がね7800円なんですよね。ワークマン今までね4900円とか5000円ラインがまあ比較的多かったかなと思うんですけども、そこを飛び越えてね7800円というちょっと高価格帯の商品を出してきました。ワークマンさんの中ではかなり高価格の部類に入るというか、まあ一番高い商品じゃないかなと思っております。で、まあこれね通常通りですね中にダウンが入っているんですけども、このダウンもですねグラフェン中綿というね高品質なダウンを使っていたりして、まあストレッチ性も高いということで動きやすくてあったかいというところを実現した、まあまさにワークマンが誇る最強スペックのダウンジャケットになっております。ちょっとこれ、詳細を見ていきましょう。まず価格が7800円ということですけども、ここですね一番の特徴はこの表面の生地になります。これ先ほど商品名にありましたけども、イナレムという、新素材を使っております。実は私ねイナレムのズボンもね1個持っているんですけども、このイナレムどんな特徴があるのというところをお話ししてしまいますと、簡単に言いますとイナレム逆から読んでみてください。蒸れない、そうなんです、親父ギャグなんですということで、まあ、今着ているイージスフュージョンダウンの、まあ、デメリットとして挙げた部分で、ちょっと正直蒸れやすいですよというお話をしましたが、このイナレムという素材を使ったことによって中がね蒸れにくいというところを実現したということになります。で、蒸れないだけだったら別にいろいろな商品あるんですけども、このイナレム先ほどの耐水性と浸透度をちょっと見ていただければと思うんですけど、ちょっと衝撃なんですけど、こちら、耐水圧が2万ミリということで、この辺はイージスダウンと一緒ですね。なので嵐にも耐えうる、防水性を持っているということが1点。さらに言うとこの透湿度ですね、先ほど私がご紹介した今年の新色のイージスダウンのピスタチオカラーに関しては透湿度は5000グラムでした。で、このイージスダウンの中でもいろんな種類があって、特に私が今着ているこのデニム地のものに関しては透湿度がさらに上の1万5000グラムありますよというお話をしました。今回のイナレムプレミアム防水防寒コートに関してはそれをさらに飛び越えてくる、透湿度4万グラムということで、実はこの透湿度は先ほど見ていただいたこのノースペースのマウンテンライトジャケットよりもですね上ということになっております。それだけ聞いていただければこの凄さ分かっていただけるでしょうか。ということで、カッパのようにも使えるのに蒸れないというのを実現したのが今回のこのイナレムプレミアム防水防寒コートということになっております。まあちょっとディティールをご紹介していきますが、ちょっと高価なジャケットとかに見られるような仕組みがたくさん施されておりまして、中をねずいて開けるとこんな感じです。ここちょっと分かりづらいかもしれないんですが、ここのね首元とかちょっと柔らかい素材でできていたりですね、他のやっぱりダウンジャケットとかと比べると作りが全然違うなという印象を受けますが、でここの部分ですとかねポケットがついていたりということで、ポケットもねかなり豊富についております。でここですねスノーガードっていうんですかね、この腰の部分に留めるようなものもついていたり、でさらに言うとこのね下の部分にドローコードがついているので、まあ外気が入ってこないように絞ったりができるようになったりということもありますね。さらに言うとこの後ろの部分ですね、カチカチカチと回すと、絞りができるような、頭の部分もですねちゃんと、防寒性をより強くできるような仕組みがされております。もうとにかく多機能で高品質というのをねワークマンの中で最高のものを作ったのかなというのが今回の感想でございます。ちょっと着てみますね。はい、こんな感じになっております。ちなみにサイズはですね、今回のこのイナレムのダウンに関しては 3L までとなっておりますが、3L がね見当たらなかったので今ね LL を着用しています。私いつもね 3L でも結構パンパンなんですけど、 LL でもなんかいけそうな感じですね。はい、ちなみにここジップの部分もダブルジップになってますね。こんな感じです。見え方どうでしょうか。ちなみにカラーはですね、まあブラックという商品もありますが、私はね今回グリーンしかなかったのでこのグリーンのものを購入しておりますが、まあ他にもねレッドがありましたね。レッドは確かサイズが 3L なかったんじゃないかなと思いますけども、こんな感じです。見え方どうでしょうか。でここね、先ほども言ったドローコードとかもありますので、グイって引っ張ることでシェイプをかけたりすることもできますし、今着てる感じだとねかなりあったかく感じます。で腕の部分にイナレムの表記ありという感じになっております。どうでしょうか。まあスペック等々はね今ねご紹介している方たくさんいらっしゃると思いますので、今回はねあくまで普段使いベースで私の感想をお話しさせていただきます。
実はですね、これね、購入してタグついたまんまなんですけども、外でタグついたままですね、これを着て犬の散歩に行ってみましたが、あったかさに関してはですね、まあ普段使いする分には、私の住む長野県でも、問題ないかなと思うぐらいのあったかさがあるかなと思っております。なので、この辺の、まあ今紹介したフュージョンダウン、それからイージスダウンですね、それからイナレムのこの防水防寒コートに関しては、普段使いに関してはどれも、むしろオーバースペック気味のスペックなのかなと思うぐらい、寒さ、それから水に対する耐性はですね、あるのかなと思います。ちょっとこのモンスターパーカーだけですね、防水は歌ってませんので、まあ撥水ということなので、まあ雨の中で使用するということはできませんが、イージスダウン、それからこのイナレムの防水防寒コートに関しては、カッパとしても使えるぐらいの性能を持っているということですので、普段使いをメインに考えていらっしゃる方は、まあどれ買っていただいてもある程度、暖かさは得られるのかなというのが正直なところです。で、蒸れにくさということに関してはですね、まあちょっとね、これで走ってみたりもしたんですけど、まあその程度でしたら全然正直蒸れを感じることもなく過ごすことができましたので、このイナレム素材ですね、まあ進化を発揮するのは、まあキャンプにおいてはですね、設営撤収の時に着てみてどうかとかね、そういったところになるかと思うんですけども、まあアウトドアに関して言うといろいろな特徴が出てきますので、その辺をね、ちょっとまとめの部分でお話ししていきたいかなとは思うんですが、まあ今現状ですね、このワークマンの史上最強スペックのダウンということで、このイナレムの新作着てみましたけども、まあ本当にスペック通りですね、普段使いする分には間違いなくいいものかなというところを感じております。はい、ということで、まあメリット、デメリットということでお話をしていこうと思います。この辺はね、もう正直にお話ししますね。で、メリットに関してはもう本当に先ほども言った通り、スペックを見ていただければわかるかなと思うんですけども、もう最高のダウンです。スペック的にはもう申し分ないものかなと思います。で、あったかいですし、雨にも強い。さらに蒸れないということで、今までのね、私がイージスダウンに感じていたデメリットをすべて払拭してくれるようなものが出たかなというのが正直なところになります。で、ポケットとかね、いろいろついている多機能な部分は、まあ使う人は使うかもしれないですけど、まあペットボトルとかもね、入れるような、ここにね、ガバッとでっかい内ポケットがあったりするんですけど、正直ね、使うことはあんま私はないので、まあ普段使いする分には、まあ多機能であることでデメリットっていうのはあんまりないので、機能っていう点もメリットかなと思いますが、逆にね、正直に感じた今のところデメリットですね。ちょっとね、見た目そんなに、まあ私自身がダボっとしてるのでわかんないかもしれないんですけど、見た目はそんなにダボっとはしないんですが、結構ね、重量はあります。で、重さに関してはイージスダウンとかよりももしかしたら重いぐらい重さがあるということで、先ほどのね、多機能っぷりがですね、逆に、デメリットに働いてしまってる部分もあるかもしれないですね。まあそんなにその重さを重視するという方はいないかもしれないんですけども、ちょっと重いという点が一つですね。それから価格的なものをですね、まあワークマン製品比較的お安いものが多い中で7800円という価格設定ですので、その辺はまあ正直ちょっとハードルに感じる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、まあスペック見ていただければわかる通りですね、ゴアテックスと同等のまあスペックを誇るということもありますので、その点はですね、ゴアテックス、例えばこのマウンテンライトジャケットだと4万円近くする製品ですので、さらにダウンとなるとね、もっとするものがほとんどだと思いますので、で、ノースペースのこのマウンテンライトジャケットとかはね、中にダウンが入ってないので、あったかさはですね、フリースの中に着込んだり、別に、担保する必要があるんですけども、まあこのジャケットに関しては、あったかさもこれ一着で担保できる中で、7800円ということを考えると、まあスペックがめちゃくちゃ化け物スペックなだけに、コスパがいいっていうのは間違いないんですが、ワークマンで普段買い物をしている方からするとちょっとお高く感じてしまう方も多いかなというのが正直なところで2点目の知っておきたいポイントとしてお話しさせていただきます。そして3点目めちゃくちゃ細かいんですけど、このジャケットに関してはまあ防水性をね上げるためにここのジップね、止水ジップといって中にね水が入らないようなジップになっているんですよね。で、さらに言うと、ここの部分ですね、ダブルジップになっています。なので、まあ、これをちょっと上げてですね、ここでちょっと空気を逃がすとかね、そういう使い方する人がいるのかちょっと私には分かんないですけど、まあ、そういったような使い方もできるんですが、このダブルジップが非常に個人的に使いづらいです。特に、ここの一番初めに入れるところですね、ここが結構、こう、まあ普通カチャッと入れて上げれば上がるんですけど、これ上がんないんですよね。結構ガチって押し込んで、で上げるって感じなので、ここに関してはまあ細かいところですけど、個人的にはちょっとこれ嫌だなと思いました。むしろこれだったらシングルのファスナーでいいから普段のにしてほしいかなと思ったりもしたぐらいなんですけども、まあそういったところで細かいデメリットはありますが、今回最大のデメリット、この商品に関してお伝えしますと、品薄です。
買おうと思っても買えないということがかなりあると思います。実は私もですね、これね、ずっと探してはいたんですけど、実はブラックの 3L が欲しかったんですけど、もう 3L 自体が壊滅していて、ブラックも壊滅ということで、LL で唯一あったこのグリーンというのを確保したんですが、まあ、様々な方がね、レビューでも、動画出している通りですね、ちょっと今現状、私がこの動画を出している時点でもですね、かなりもう商品自体が薄くなっていることが、予想されます。で、ワークマンのホームページに行っていただきますと、店舗在庫がね、実は見られるようになっていますので、もしこの動画を見てですね、ちょっと気になった方は、ぜひワークマンのホームページ行っていただいて、店舗在庫の方を確認していただければと思います。それがね、本当に一番大きいデメリットかなと個人的には思っておりますが、まあ商品自体がいいものというのはね、なんとなく察していただけるかなと思いますし、数字が物語っているという点ですとかね、やっぱね、着てみると、この裏地の部分ですとか、気合入ってんなっていうのは正直わかりますので、もしね、見かけた方はですね、本当に確保しても損するようなものではないんですが、ジップの部分だけはちょっと試着して試してみた方がいいかなというのが正直な感想です。そして最後にですね、正直どれがおすすめなのという話まで今回は掘り下げてお話ししていきたいと思います。今回ラインナップとしましては、このイナレムのプレミアム防水防寒コートですね。それからこちらですね、イージスフュージョンダウンジャケット。それから、モンスターパーカーと。いうことになります。で、まあ、一番初めに言っておきます。もし、ある程度お金をかけても、長く使えるものが欲しいという方は、もうゴアテックス一択だと思います。ワークマンよりもゴアテックスの方が個人的にはやっぱり素材のバランスですとか質感ですとかそういったことを考えるとやっぱりねゴアテックスすごいなと思う部分があるんですが、まあそれを言っちゃうとですね、ゴアテックス4万とかするとかね、ダウンだったらもっとすると思いますので、今回ゴアテックスはまあ一番おすすめというのは初めに言っておきますが、やっぱ価格的な部分でねちょっと難しいというところがあると思いますので、今回はねワークマンのこのダウン3種に関してどれがおすすめなのという話をしていきます。まず価格的に一番安いのはこちらですね、フュージョンダウンジャケットで4900円、それからこちらのイージスダウンジャケットが5800円で、こちらのイナレムが7800円ということですので、まあこのモンスターパーカーが一番お安いですね。ので価格だけを見るんであればこのモンスターパーカー買っても損はないと思います。でただね、耐水圧的なことを考える、つまり雨でのキャンプ、それから通勤とかね通学に使用されるということを考えるんであれば、このモンスターパーカーはですね、撥水効果しかないですので、防水性が高いこの辺がラインナップとしてくるのかなと思いますが、通勤ですとか、通学、いわゆる普段使いをメインにされる方に個人的におすすめなのはこちらですね。イージスダウンジャケットになるかと思います。まあ価格的にも5800円とバランスが非常にいいですし、まあこのね、防水性2万ミリ。耐水圧がありますよという話をしましたけども、やっぱりね、ちょっとした雨とかに降られてもですね、全然大丈夫という安心感を考えると、まあ、普段使いするにはこのイージスダウン、見た目もね、非常に使いやすいですし、おすすめできるかなと思います。で、中でもですね、私がまあメインで使っているこちらのイージスダウンのデニムカラーのものに関しては、耐水圧に関してはこちらの通常のイージスダウンの2万ミリには劣る1万5千ミリと、なってしまうんですが、その分蒸れにくい指標としての透湿度がこちらのイージスダウンよりも上ということもあって、まあ2万ミリって嵐に耐えうるぐらいの耐水圧ということを考えると、それほどまあ心配することはないのかなという部分で考えると、このデニムカラーのものが普段使いとしてはしやすいのかなというところはありますが、まあ普段使いでどのダウンをということを考えると、まあ見た目も考えるとこのイージスダウンが一番おすすめかなと思います。でことキャンプということで考えますと、やっぱり個人的にはこのモンスターパーカーですね、をお勧めしたいかなと思います。こちらのイナレムと、イージスダウンに関しては、火の粉に強いという耐性はないですので、まあ、火を扱うキャンプにおいてはですね、やっぱりモンスターパーカーが一番気は楽かなというところもありますし、まあさらにね、お尻までね、丈があるという部分で結構ね、やっぱあったかさを感じますので、そういったところでキャンプにおいてはですね、こういったモンスターパーカーの方がおすすめかなと思います。となってくると、イナレムどこにおすすめなのという話になってきますが、まあイナレムはね、完全にオーバースペックではありますので、どっちかというと、まあゴアテックスを買いたいけど買えないというような層におすすめなのかなというのを個人的に感じました。で、まあこれ自体もね、あったかいというところ、それから雨の部分、蒸れにくいという部分がありますので、まあ特にね、バイクとか、そういった、まあハードなアクティビティも含む普段使いといった感じの方には、このイナレム非常におすすめかなと思います。まあキャンプにおいてもね、もちろん、性能的
的には申し分ないんですが、やっぱりね、7800円くらいになってくると、焚き火周りで穴開いちゃったっていう時にちょっと怖いかなという部分もありますので、そういったところでイナレムは別に火の粉に強いということを謳っておりませんので、まあ、キャンプにおいてももちろん使えるには使えますし、焚き火をしないという前提であればめちゃくちゃおすすめではあるんですが、ちょっと火の周りで使うには価格帯的にもね、ちょっと怖くなってくるかなという部分がありますので、バイクですとかね、火を使わないハードなアウトドアアクティビティも楽しみたい方で普段使いもしたいという方はですね、このイナレムの今回の最強コートをおすすめしたいかなと思います。まあ正直ね、どれ買ってもライトに使う分には後悔はないと思いますので、ぜひね、店頭の方、チェックしてみていただければと思いますし、在庫の方もね、オンラインでチェックできるようになってますので、特にこのイナレム今回ね、気になったよという方はですね、お早めに最寄りの店舗の在庫を確認して、店舗まで走っていただければと思います。はい、ということで長々とお話ししてきましたけども、まあモンスターパーカー、それからイージスダウンジャケット、それから今回のイナレムの防水防寒コートですね、どれもメリットありますし、長く使っていく部分で、私が感じたデメリットというところもね、正直にお話ししてきましたけども、まあ、今回のイナレムのジャケットに関しては挙げたデメリット以外は本当にお勧めできる部分だと思いますので、ぜひね、気になる方はねチェックしてみてください。はい、ということで今後もですね、ワークマンの製品ですとか、まあ、普段使いもできるようなものも徐々にね、紹介していければとは思うんですが、こんなものもあったんだと皆様に言っていただけるようなね、動画を今後も発信していきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録お願いいたします。ということで、以上、やみつき松本でした。じゃあね。